おうち,だちょっと来いあはい黒田さんお呼びでしょうかいやお前のまとめた資料全然ダメじゃねえかよえいやほらこのデータこれ去年のだろうあ,あ、あすみません何してんだよお前新人だからってこんな初報的なミスしてるようじゃお前ダメだぞはいお前大体なお前ミスが多いんだよましっかりしろはいはうんもうお前には期待してんだからな はんととにかく今後は気をつけろはいありがとうございますお角田ああず塚どうした内田がまたなんかやらかしたかああちょっと資料のことでなそっかまあでもちゃんと説教もしてたみたいだし大丈夫だろいやそうなんだけどな飯塚うん普通さ説教ってされたらへこんだりするよなうんいやなんかさ あいつ嬉しそうだったんだよ。嬉しそう説教されてんのにそうなんだよ。いや、気のせいじゃないかなぁ。いや、もう、もう笑っ笑すたきがすんだよななんで説教されて笑うんだよ。いや、でもなんかうちだってさ、いつもそんな感じなんだよなマジでああいや、だからなんか説教が響いてる感じがしないっていうかさ、 いやまあでもさすがに説教されて笑うってことないだろう気のせいだよそっかうんいやまあそうだよなうん、うん、ああそうだ今日の会議何時からだっけああ11時ああいつ今朝が提出期限の会議資料出してねえよあっ<え>たくまおあうちだあはいお呼びでしょうかお前あの今日の会議資料あれどうなってるうわ すみません。忘れてました。まあいい加減しろよ。さっきもミスしてたろ。もう学生じゃなくて社会人なんだぞ。ちゃんと責任感を持って仕事しないと。<笑>え笑った、ま。毎回お前同じようなミスばっかりしてじゃねえぞ<笑>,笑ってる。ちょ、お前俺がどんな気持ちで怒ってんのかも分かってるのか <laughs> いや、笑ってる笑ってる。すげえ笑ってる。 ななんんでで怖い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 ちょちょま待てちょ待てえっええで笑ってんだよすみませんおかしいだろお前なんでこっちが説教してんのに嬉しそうなんだよあおでも角田さんがこんなふうに説教してくださるのは私に期待してくれてるからってことですよねえまあそうだよってことは私にそれだけ見どころがあるってことですよね んまあそうなんのかなつまり私は期待のスーパー新人ってことですよねはあそんなことは一言も言ってねえだろうえ違うんですか完全にそう受け取ってましたなんでそうなんだよえうちだお前めちゃくちゃポジティブなんだなはいでも実は私ただのポジティブじゃないんですは私は ハイパーポジティブなんですハイパーポジティブはいハイパーポジティブはどんな嫌なことでも喜びに変換できちゃう仕事におけるいや人生における最大の武器なんですなんだそれポジティブスーパーポジティブハイパーポジティブ 私は一番上のハイパーポジティブです何そのポジティブ三段活用私物心ついた時からずっとこうで高校時代とかも部活でもう少しのところで全国大会だったのに負けてみんなが悲しんでる中私だけ笑顔でしたはえじゃじゃあ何うちでは説教されたりとか嫌なことがあってもへこまないってことかはいこの前とかも最新のスマホに機種変したその日に 水没させて、データがすべて消えちゃったんですけど。何やってんだよ。でも、データが消えたってことは、連絡先もすべてリセットつまり、煩わしい人間関係を新規一点リフレッシュっていやお前すげえなマジかよこんなの、ソンジ女ソコラのポジティブだったら死んでましたよいや、何ソンジ女ソコラのポジティブって。あとは、最近住んでるマンションの前に大きなビルが建っちゃったせいで、 日当たり最悪で湿気がすごくてついに部屋にキノコが生えてきちゃってえっ<あ>でもキノコが生えるってことはキノコを栽培できるつまり部屋でキノコを収穫できるっていや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 そう 今度キノコ鍋食べに来ませんいややだよお前そんな得体の知れないキノコ食いたくねえよてかお前ポジティブの回路どうなってんのこんなのそんじょそこらのポジティブだったら即死でしたよいやだからそんじょそこらのポジティブがよくわかんねえんだよとにかくハイパーポジティブは無敵なんですいいか減にしろした。えハイパーポジティブだかんだか知らねえけどそんなんだからミスが多いんだよミスしたらへこめな何でもかんでも喜んでオッケーにしたらまたミスするだろうああ でも、ミスしても、ハイパーポジティブがあれば大丈夫なんです。なぁいやだからそれじゃまたミスするだろうって。ああでも、ハイパーポジティブがあればヘッチャラなんで。だからそれじゃまた来れずにミスするだろうって。いやあ、でも、ハイパーポジティブがあれば無敵なんで。だから無敵でもミスはするんだろうって。えっでもハイパーポジティブがあれば。やめてやめてもやめてやめてやめてもパニックだわ、もう。こっちパニック聞いてたら、もう。 もう水かけろになってるから何そのミスが先かハイパーポジティブが先かみたいな論争すまんいいすかあ,あ危うく一生水をかけ合うところだっじゃ何言ってんのおめえよくわかんねえよもうああそうだお二人もハイパーポジティブになりましょうよあ,あ絶対その方がいいですよいや俺は大丈夫も俺もいいわああええー、絶対ハイパーポジティブ習得しといた方がいいですよああお二人なんて今後の人生 嫌なことばっかりでしょっ、ね、なんで決めつけたんだこいつなんだお前急にいや別に俺たちだってそんな嫌なことばっかじゃねえよな角田な俺は昨日彼女にプロポーズしてがっつり振られたえマジでほらやっぱり角田さんにはハイパーポジティブは必要なんですよいやちょっと待って角田それマジああお台場のレストランでフラッシュモブでプロポーズしてよ大勢の前でド派手に振られたよえー、てか何角田って フラッシュモブでププロポーズするタイプなのああフラッシュモブのセンターで決めてプロポーズするタイプだ。っていうかさフラッシュモブで振られるのって珍しくない いやーびっくりしたねで<う>フラッシュモブで振られるパターンあるんだね<う>いやフラッシュモブの業者さんもびっくりしたもん、うん、業者さんって呼ぶんだはれマニュアルとかあんのかねあれね<う>フラッシュモブ業者さんもすげえ気遣って慰めてくれんのなあそうなんだ、うん、で帰りにあの次回割引券くれたよなんだこの話いや最悪だよお前お<う>なんでフラッシュモブで振られるんだよ、まあ、確かになダンスもすげえ練習したのによ角田さん こんな時のためのハイパーポジティブですよもう待ってましたですよいやさすがにこれはハイパーポジティブでも無理だろうハイパーポジティブに不可能はありませんフラッシュモブで振られたでもダンスはたくさん練習したつまりんダンスはうまくなってるそうです レベルが上が上っているんです。はいや。や確かにそうかもしれないけどそんなの別に嬉しくないんだよまだです<え>ダンスのレベルが上がったってことは次はもっとうまいダンスでプロポーズができるつまり<ん>モデル級の美女も落とせるそういうこと いや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 そうかそういうことかうちだいや違う角田よしじゃ,じゃあ次はもっとド派手なフラッシュモブでモデルにプロポーズするぞお前バカだろお前角田さんフラッシュモブでリベンジしましょうああ次回割引券もあるしなあんま聞いたことないんだフラッシュモブのリピーターいやうちありがとうハイパーポジティブに救われたよ、うん、角田さんハイパーポジティブの才能ありますよいいですか俺はもう無敵だいや別にそうは見えませんけどもおいお前ら何騒いでんだあ豊本部長 角田内田、今日の会議の資料はどうなってるお前らの担当だろうえあ、あああのそそれがちょちょっとまだでしてはどういうことだ内田すみません今日は大事な会議なんだぞおい角田お前がしっかりしないからいけないんだろうすいません大体お前らたるんでんだよ毎回毎回ミスばっかりしてもういい加減しろ <laughs> <laughs> ええ,え

つまり我々は会社の宝ってことですよねお前らが宝なわけないだろう <laughs> 一応本当にやめよ本当に、本当にやめよ俺たちは宝じゃないっていうことは、期待されてないつまりやらなくてもいい <laughs> あ、もうこれ本当にダメなやつだ。<laughs> いいですか俺はもう何も怖くないいや、角田やばいよ、マジで、マジでやばいよ。おい角田。カクター そんなんじゃ首だぞ <laughs> 会社を首ってことは、やりたかった仕事ができるつまり、昔からの夢だったラーメン屋になれるあ、そんな夢持ってたんだ。そんな夢を持ってたんだね。さ <laughs> っら何ブツブツ言ってんだ。よし角田は首でいいな。<laughs> はい喜んでいや、マジで、マジでお前。マジで。<laughs> よし。じゃあ、うちだわ。豊田 <laughs> 部長、我々にはハイパーポジティブがあるから無敵なんです <laughs> は なあさゃっうちだどうしたすみませんでした豊本部長えっ、ー、角田さんそれはハイパーポジティブじゃなくてただの無鉄砲です、えー、あそこの分別はちゃんとつくんだ会議の資料大急ぎで準備してきますおいちょうち,うちだうちだうちだよしじゃあ角田は希望通りクビってことでいいな